シアトルセンターモノレールの赤編成アルウェグ、車線モノレールは、これと同線の青編成が残るのみ、東京モノレール100系グループの台車東京モノレール1万系ボギー台車を装備しており、原型のアルウェグ式とは異なる。トリの国際博覧会で会場の連絡に使われた、モノレール博覧会の閉幕時に運行を終了して、その後撤去された。アルウェグは、モノレールの事業体及び、 同社の開発したモノレールの形式のことである。これを事業化したアクセルレンナルト・ベナーグレンのアクロニムに由来する。1950年にジョン・エヘスティングがロサンゼルスに導入する予定の新しい公共、交通機関の調査を始めたところから始まる。もともと線路にまたがる方式のモノレールの特許はドイツ人技術者レシャーが持っていたが第二次世界大戦で 消息不明になったため、アクセル・レンナルト・ベナーグレンが事業を始めた。そのため、頭文字を取って、アルウェグと呼ばれるようになった。事業体は1951年に交通機関、研究所が設立、さらに1953年にアルウェグ開発に名前を変えた。1961年5月1日から10月31日まで。 イタリアのトリノで開催されたトリノ国際博覧会で会場の連絡に使われた。1962年にはアメリカ合衆国のシアトルでシアトル万国博覧会の開催に合わせてアルベーグ式モノレールが開業した。1964年には東京モノレールが羽田空港と浜松長官で開業した。なお、 ベナーグレンは1961年11月に死去しており、アルウェグ社も後に倒産している。特徴は空気入りタイヤをはめた車輪で走行することにある。そのため、車両総重量を支えるゴムタイヤは負担力を十分に考慮した寸法とする必要があり、車内に大きなタイヤハウスが張り出すという欠点がある。また、軌道下駄の上辺の走行路は、 エポキシ樹脂混合物を上塗りとしているものと、後半床を敷いているものがある。また、軌道下駄は、太い中空 I 字型のプレストレストコンクリート製としているが、交差点などの長い景観を必要とする場所では、構成下駄としており、支持する支柱の支柱間隔は15から22メートルとしている。この方式は、名鉄犬山モノレールで採用された後、読売ランドや、 東京モノレールで採用されている。これら日本国内で用いられた方式は、日立製作所が携わったことから、日立アルベーグ式とも呼ばれる。アルベーグ式は、ボギー台車を装備しないため車両の大型化が難しく、また前述のように、ゴムタイヤの収納スペースが、車内に張り出すなどの欠点があり、以後の日本国内の小座式モノレール新線の建設は、1970年に、 日本万国博覧会で用いられこれらの欠点を解消した日本小座式で行われることになる。故に、アルベーグ式と日本小座式とは似た面もあるものの、別物であると言える。この日本小座式は、懸垂式とともに日本モノレール協会が運輸省より、委託研究を受けまとめたものである。出典、全国のアルベーグ式モノレールの黒字額及び赤字額を示すと、以下のようになる。 は赤字を示す。シアトルセンターモノレールの青編成全面倉庫に、アルウェグのエンブレムが付けられている。ありがとうございます。